はいどうも、ケイキューです。今日もですね、ウイニングポストやっていきましょう。1991年12月の3週、前回の続きですね。1週も飛ばしてないです。まずはセールからね、行こうかなと思います。はい、行きましょう。セールどうですかね。何かいますかね。ちょっとお守りのやつ見ましょうか。うわー、いいの、いますね。うわー、いいのおるなー。クラブにあげたいんですよね、ちょっと。なんで、この辺はね、ちょっと買います。はい。うわー、結構高いですね。ちょっと一発でいきますね。時は金ないということで、もうガンガンいきましょう。お守りは、この辺、いや。待てよ、もう少し後やね。もう少し後になったら海外ほんといいのがゴロッゴロ出てきますよね。買っときましょうかね。まあ、クラブに走らせたりとかいう感じでこれは使うよと。あとはおる、まあ、これも買う。はい、まあこの辺でいいかな。まあこれでいいですね。はい、これでいきましょう。はい、帰ります。よし、じゃあ行きますかね。まずは調教ですね、やっていきましょう。ねどうすかな。今週ですね、今週レースあります。まあ、ゆっくり上げていこうかな。瞬発ね。まあ、スピード伸ばしていきたいっていうのはあるんですよね、やっぱり。はい、これでいきます。よし、じゃあ行きましょうか。今調教つけてるのはキングシラギク、自家生産馬ですね、を育ててます。で、能力はこんな感じ。あ、能力じゃないですね、今までのレースはね、竹乗せてます。はい、で、西のフラワーに負けました。まあ、前回ね、ちょっと負けちゃったということで、能力の方はこんな感じね。いきますか。まあ、早熟ってことでね、まあ、ちょっとまたね、いいやついたら育てていこうかなと思います。まあ、自分のちょっと気になるやつとかね、自家生産までね。はい、いきます。で、今週ね、朝日杯出してます。さあ、行こう。うん。まあ、カルメンシーターは任せとこうかな。おお、ひしまさる。ひしまさるか。さあ行きましょう、キングシラギク。ここはどうだ。嫌な名前が見えた今そうか、そういやおったな。所有してなかったんですね、忘れとったわ。ミホノブルモンがいますね。いやー、ミホノブルモンか、いいね。あ、山にミラクロじゃん。こいつは強いぞ。さあ、行きましょう。これもレース見ましょう。いやー、どうか、朝日杯。日本レコード。ここもダイタクエリオス。もうどこでもね、レコード出してるんですよ、本当に。走ったらレコードみたいな感じですからね。素質そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ、どの馬か。大外枠のパーシャー朝日ゲートに入って体勢が整いました。さあ、どうだ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、ミホノブルボンはね、もう馬体が綺麗ですよね。で、鍛えに鍛えて強くなった馬なんでね。11番豪快アーチ、その後ろドラゴンウェイ、後方からここまでほぼ平均ペース。さあ、どうだ。前はベルフォート、ミホノブルボン。皐月賞ダービーはね、ちょっと厳しいですね、来年の厳しいので、まあ、ミホノブルボンを抑える馬がちょっといないんですよ、今いないので、菊花賞だけはライスシャワーがいただきます。まあ、今年はね、レオダーバンが3冠取って、イソノルーブルが3冠取って、で、東海帝王が海外の方で3冠取ってっていう感じで、めちゃめちゃ活躍したんでね。さあ、どう。ミホノブルボン来とる。
厳しいか、ミホノブルボーン。くそ。くそ。先週はね、前回は日照フラワーに、負けて、今回はミホノブルボーンに負けると。くそったれ。いや、いいですね。いいレース続いてますね。ただ、ホープフルも登録してるんですが、ちょっと疲労が心配ですね。いけますかね。ここから休みに入るんでね。統計日誠ですね。調子は上がってないですが、まあ、使いましょうか。で、まあ、ここから放牧出すんでね。ナルシスノワールと、マイスーパーマン、オッケー。で、有馬記念は3頭ですね。レオダーバも調子上がってない。まあ、お任せにしてますんでね、この辺は。よし、行きましょう。キングシラギク、惜しいね。本当に惜しい。ちょっと見ましょうかね、情報を。まあ、正直でも来年はね、いけると思うんですよ。なので、来年ちょっと備えていきたいよね。1500か2300か2400に上げときたいですね。柔軟性をちょっと上げて、オークス走れるようにしときましょうか。西のフラワーオークスは出てこないんでね。いやー、面白いですね。いや、戦うの面白いな、やっぱ。今のところね、ずっとやっぱ好きな馬とかを所有してって言ってきたんですが、戦うの楽しいな、ミホノブルボンとかと。一戦やりてえな、その辺と。オッケー、とりあえずこれで B プラスですね。はい、B プラスに上がったので、まあ、さっき2300だったんですが、これで、あー、まだね、もうちょっと、あれか、距離適正伸びる？昔なんか伸びとったけどね。どうなんでしょうね。まあ、とりあえず柔軟性上げましょうかね。A とかまでね。それまでに。じゃあラスト行きましょう。今年も最後ですね。はい、行きます。統計2世飛ばしちゃいますね、もうこれは。はい、5着ですね。ナルシスノワール、ナルシスノワール強すぎるんですよね。調子どうやろう。おー、強いね。ほんと負けないですね、あいつも。12着。さあ来ました、これどう？おる？さすがにおらんやろ？もう。誰かおる？ライバルは。ライバルいますかね？待ちかねタウンホイズだとこおるんやな。成田大成か。いや、いけるやろ、これは。レース行きましょう、また。頼みます。ここは頼むぞ。うん、ホープフルステークスですね。大春の飛躍を期す若馬たちが暮れの中山競馬場に集結しました。昔は G1 じゃなかったですからね。同じ舞台でその素質の高さをいち早く、さあ行きましょう。果たしてどの馬か。 G1、ホープフルステークス、いよいよ発走です。ここ勝ったやつが一番強いって。ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。だから、ミホノブルボンとさ、戦いたいな。大花賞で、ミホノブルボン、無理かな。戦いてえな、でも。皐月賞で。皐月賞に出走したいなっていうのがいないんですよ。大花賞は、アドラブルがおるか。まあ、その辺をぶつけて、皐月賞行くって手はありますよね。ライスシャワーも一応出走できそうならね。まあでも焦らず育てたいですけどね、ライスシャワーをね。さあ、これどうですかね。白木くん、なかなかいい感じですね。生産の方も力入れていかないといけないですね。史実の方もね、やっぱ楽しいですけどね。いけるよ、これはいけるよ。ここ取っておきたいな。2着続いてますからね。さあどうだ、こっから。いやー、ちょっと苦しいね、これ。いやー、苦しそうですね。うん、ちょっと使いすぎたね、これ。
伸びない。だけどね、まあ、能力がまだ育ちきってないっていうのはあるんですよ。それもあるんですよ。うん、オッケー。どうしたんか教えてくれ。よし、まあ行きましょう。来年に備えてね、有馬記念いいですね。有馬記念もなかなかいいですよ。1、2番、3番人気はもらった。行こう。ホワイトストーンが来そうな気するな。これはカリブソングに負ける？マジ？おーしいぞ、おいマジか。うん、カリブソングに負けたか。はい、レオダーバンはちょっと調子悪いですね。うわ、イクノディクタスとホワイトストーンでもダメか、取れんか。はい、まあいいでしょう。はい、今年も終わりましたね。じゃあここだけやってね、終わりたいなと思います。まあどんな感じだったかね。まあこれ一番わかりやすいですよね。ドリームマッチ行きましょう。まあいつも通りこれは適当にやっちゃいますね。今はまあまあここに力入れてるってわけでもないので、東海帝王か、勝つやろこれは。勝った。次も東海帝王。お、北三ブラックか、相手勝つよね。次はヤマニーゼファー、勝ちそうやねこれも。どう？5着か大丈夫。おー、ロードカナロアいいですね。いい戦いやねこれ。来いよ。チルビ3着、統計2世、エスポワールスシティ強いですね。どっちもいいね。ドリームやね本当に。オッケー、モントズヒヒエルね。これなんか結構手に入れてるんですよね。この辺も使っていきたいというのもあるよね。はい、これは見ないで、見ましょう。まあ今年はこんな感じっていうのをね、見てもらえたらなと思います。最初の方飛ばしましたしね。はい、今年こんな感じになってます。12月結構やられましたね。負けたね。惜しいところでね、どれもやられたよね。あとは天皇賞春はこぼしてる感じか。まあ、ホワイトストーンとかが頑張ってくれる。まあ、三冠系をね、きっちり抑えることできたんでね。まあ、大体ケイルスがまあ無双ですね、正直。1、2、3、そしてこっちにもありましたね、4、5、6ですね。マイルカップ動画にもね出てた、前回ね。まあ、あんな感じで余裕ですね。はい、おお色がそっくりと。はい、まあ、東海帝王とか預けてますね。いつも預けてますね、ここにね。62勝ですね。はい、まあこんな感じですね。これどうなん、これさすがにまずいよねこの状況。いや、一人プレイの時はいいけどさね。え、まあ一周目といえさ、さすがにこれちょっとやりすぎたな。これは東海じゃないな、あ、東海でようか。いや、国内走らせたかったんでね、どうかなと思ったんですが選ばれましたね。そうか、東海でようが入ってる。これも東海帝王ですね。違うわ。こっちじゃないか。こっちか。うん。これは東海帝王ですね。はい。こんな感じになりました。1年はね。はい。やりましょうか。まあ、この辺もささっとやっちゃいます。一つ一つ決めてたら長いですからね。はい。まあ、この辺は頑張ってくれましたね。この辺も頑張ってくれて。って感じですかね。正直ね、この辺これはね、まあ、ぶっちゃけいらないんですよ。もう引退させておきますこれ。いいわ。はい、これでいきましょうかね。まだまだ大宅エリオスと、あとは東海帝王とね、その辺が走ってくれるので、まあ、この辺に期待しつつって感じですかね。ナルスノワールはこんな感じです。まあ、G2G3 メインでね、走らせたので、もうめちゃめちゃ強いですね。これはもう、G1 自分が走らせなかっただけで、走らせたら全然取れると思います。うん。OK。はい。はいはいはい。
よし。さあ、ここですね。ここ決めないといけないですね。どうするか。いや、これはまだですね。ちょっと後でそういうのやっていくんですが。はい、これはいらない。はい、いいでしょう。ああ、ヘクタープロテクターか。この辺もいいですね。クリミナルタイプいいよね。売却はしないっす。しないです。基本残せるなら残したいって感じですね。機種は、はい、新人入ってきてますね。たくさん入ってきて、引退。ああ、この辺も引退するんか。はい、来ましたね。そしたら、もう、さっき言ったようにね、ビアハヤヒでクラブ行きます。クラブ行き。踊りまくらんとね。で、日本ですね。ウィニングチケットで行きましょう。この辺はね、ちょっとどうしようかなって感じなんですよね。まあ、ビアハヤヒで、雪の美人は、まあ、ちょっと持っておきたいですね。で、トッツどうすっかな。ウィニングチケットでクラシック狙って、ベガでヒーバーの方を狙う。で、北斗ベガもいるんでね、北斗ベガダートも行けるので、まあダートに行くって感じかな。いや、ちょっとわかんないですね、それは。どうすっかな。ランツシアトルキープして、クラブ、とりあえずクラブに持ってって、雪の美人も持ってく？ランツシアトルいいわ。クラブ行くか。銀札ですからね。うん。で、ビアハイデーとウィニングチケットの戦いを楽しみにやっていこうかな。はい、4とでいいっす。今年はね。OK。これで行きましょう。OK。最優秀。くそ。キング仕上げが取っとけばね、あれだったんですけどね。うん。まあ、この辺は、はい。クラブは適当に行きますよ。1億行こうか。どんと使ってこ。よし、次ですね。次は92年か。92年っつったら誰だ。92年は、スーパークリーク、カウンテサーブ、東海帝王もう入ってきてますね。で、大竹ヒルスももう来てますね。おすげえ入るな。もうガンガン入りますね。はい、牧場長どうする。まあ結構増えましたよね。ね、この辺もおるしね。この子結構優秀なんですね。そうなんか、うん、まあなんかこの子気に入ってますからね。どうしよっかな。これ人気？人気ある？尖ってますね。安田さん、大原さん、栗原さん、牧野さん、この辺は昔もいましたよね。まあ同じでいいかな、とりあえずは。うん、ここは一つ将来を見せて結婚。誰？ずっと待っててくれてるんでね、年だいぶ来ましたね。あ、この子もいいよね。いいですよ。うん、 OK、 やめとこうか。よし、これで行こうかな。はい、行きましょう。はい、まあこんな感じですかね、今回はね。で、92年がまあ始まっていくって感じですね。前のトップガンっていつやったっけ。いや、あー、そうやね、92やね。前のトップガンの時はね、来ましたね。前のトップガンはね、親父がさ、競馬やるんですよ。まあ、自分もやるんですが、親父がやっとってね、その頃ね。で、
前のトップガンのどのレースやったかな、それでねバーンって買ってたんですよどのレースやったかな、ちょっとそこ覚えてないんですけどね。限界説でどうやったかな、天皇賞春やったかなあれで。自分はねちょっとこれもう余談ね、余談なんですが、グラス違う、自分はグラスワンダーじゃない、グラスワンダーの時も親父がね買っとったんよ。グラスワンダーのちょっと待ってよ、グラスワンダーどこ行った、グラスワンダーおる、あグネこっくやからね、グラスワンダーおるか、この辺におらん、グラスワンダーいますね。でグラスワンダーがねこれ生人気とかちゃんと書いとくかな、ここに書いてないか、書いてないかな。グラスワンダーがねどこやったかが人気なかったんですよ。有馬記念やったかな、ちょっと人気が落ちてた時があって、それでね買ってた。自分はねゴールドシップとかルーラーシップ、まあそこをだいぶお世話になったって感じですかね、はだいぶ勝たせてもらいましたね。ゴールドシップはねやっぱ気に入ってたんでね、ルーラーシップとあの辺は好きでしたね、よく買ってましたね。はい、今回はねここで終わりたいなと思います。はい、まあ、ここからはちょっと動きないんでね、またまあ年末ぐらいまで飛ばしてるかもしれないです、その辺までね。まあ、ウィニングチケット、ああ、でもここおるからな。そうですね。桜花賞とかやるかもしれないです。はい。終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。